第3回 AKB 紅白対抗歌合戦。最初にキスをしよう、理屈より先に感情をぶつけろよ。 YouTuber をご覧の皆様、山本さやかです。4月9日に第3回 AKB48 紅白歌合戦の DVD ブルーレイが発売されます。イエイ。今回第3回 AKB48 紅白歌合戦に出場しましてですね、思ったのは今まで以上に一人でのステージが多いんじゃないかなと思いました。私も後で話させていただくんですけど、そうでしたし、他にも今までなかったメンバーがソロで歌ってる曲もありましたし、あとはまあグループを超えていろんな楽曲に触れてみたいというところがすごく印象に残っています。あと今回初めて審査員の方にファンの方を取り入れるという新たな試みがあったので、そこは何だろう、リアルのファンの方の意見みたいなのが聞けてすごく、はい、面白かったです。そして、私は今回副キャプテンだったということで、一人で NMB の曲の12月31日を歌わせていただいたんですけれども、さらにギターの弾き語りだったんですけど、ひな壇のすぐ近くにですねメンバーの皆さんがいたっていうことで、すごく緊張感のある中やらせていただきました。すごくいい経験になったんですけども、本当の NHK さんの紅白歌合戦の直前での曲、直前でのパフォーマンスだったっていうことなので、なんかまた感慨深いものがあったなと思います。そして私、山本さやかにとっての AKB 紅白歌合戦っていうのはですね、年に1回ある、学校でいう運動会みたいなものといいますか、なんかグループがこう一緒になってチームが分かれて競い合うっていうのは AKB 紅白だけだと思うので、その辺は毎年ワクワクしながらお祭り気分で対抗して頑張っています。皆さん、ぜひチェックしてください。